元イケメンにいるね。あーなんか緊張してきた。板垣瑞希です。東京です。いやなんか結構自由だなって、マイペースなやつだなって言われますね。やっぱりなんかこう個性が豊かで楽しいグループです。時計ですね。いや耳かけるのが結構ドキッとします、ね、いやなんだかんだ言って結構年近い第一、いやなんだかんだ言って第一ですね。やっぱライブとかでやっぱやっぱり友達とお祭り行ったのが一番、なんか本当はクソ野郎なんでよろしくお願いします。やっぱり複式で結構ちゃんと歌ってます。こういう振りがあるんですけど、いろんな方と盛り上がれたなと思ってます。ハヤトくんと変わりたいですね。やっぱ夏祭りっすね。いやあんまり得意じゃないです。そうやっぱり接客業をやりたいですね。やりたいこと特にないです。ああ窓側の席が好きです。ついやってしまう。結構ここを書きますね。ありがとうございました。よかった、全部答えられた。